中継放送。中継放送とは、放送、ラジオテレビにおける、放送内容、または、番組素材及び、そのための技術。一般的に中継と略す。本来の電気的意味における、中継、長距離の電走路を伝わって、弱くなった信号を増幅するに由来するのではなく、番組素材が、通信回線を、経由、つまり、中継ぎして放送されることから、 つい故障である。この中継ぎをするための通信回線のことを中継回線という。放送番組のために演奏所以外の場所、現場において内容の音声や映像、番組素材の制作を行う必要が生じた場合、その場所に臨時にスタジオや副調整室の機能のほとんどもしくはその位置を設け、その場で番組素材のほとんどもしくはその一部を制作し、 そこから、中継回線を用いて演奏所へ向けて送り、演奏所の副調整室、受けサブ、または、リモートサブと呼ばれるもしくは主調整において、最終加工し、主調整室経由で放送する。これを目的とし、常設の中継設備、または機材を積んだ自動車、イコール中継車。工事図を置き、中継回線を通じ、演奏所に番組素材を送る。 通信回線で送られてくる番組素材をリアルタイムで加工し番組として放送するものを生中継放送という通信回線で送られてくる素材を加工して番組としたものを一度記録した上で放送するものを中継録画録画中継放送もしくは中継録音録音中継放送というなお通信回線を用いずに VTR 等の記録媒体に、現場で直接記録して演奏所に持ち帰り、番組として、制作、放送するものは収録放送といい、中継放送とは区別している。演奏所のスタジオや副調べ室を用いて、制作、記録したものと同じ扱いとしている。中継回線の種類は、方式別におよそ以下のように分けられる。電話会社の所有する電話回線、公回線、 マイクロ破壊線、人工衛星回線などを含むを使って行う例、NTTG 機械社のダークファイバーを借用する形で、自衛の回線を確保する放送局もある。中継車、口述等で行われるほか、頻繁に利用するために常設、口述された回線は、臨時専用電話回線、臨時専用線と呼ばれ、二線式の場合は、臨時2話と臨時2ワイヤー。 4000式なら、臨時 4W、臨時4ワイヤーなどと呼ばれていたが、ISDN の登場以降、一般の電話回線網の一つである、臨時加入電話回線を使用し、PCM 化して伝送する例や、ISE、v 信号を非圧縮ベースバンド伝送する例などが、登場している。自社で所有する、制作用の無線回線を用いて、中継を行う例。加工した音声のみ。 あるいは音声及び映像を自社所有のフップルと呼ばれる、下半型無線送信機により、演奏所に番組素材として送る。ラジオでは、VHF 帯ないし UHF 帯が、テレビではマイクロ波帯が使用される。受信基地まで電波が直接届かない場合は、中継ぎのための中継車を間に入れて二段中となる、こともある。特にテレビでは、自社単独あるいは、 系列各社共同で所有する人工衛星回線 SNG を用いて中継放送を行う例がある。現場に SNG 社、放術等を置き映像、音声を加工して下半型地球局という通信装置を用いて人工衛星にそれらを送信し人工衛星に搭載されているトランスポンダーを経由させて演奏所に番組素材として送る。 衛星携帯電話の通信速度の高速化により、報道番組を中心に、インマルサット部ンを用いた、テレビ中継方式が広まっている。これらは、画質面で、従来のフップや SNG に劣るものの、それらの1、10以下のコストで導入できることや、片手で持ち運びができるほどの小型であるという点において、簡便性という利点がある。携帯電話の通話回線や、 モバイルデータ通信回線を通じての音声伝送を利用する例。特に後者は IP コーデックを使用して音声を簡易的に IP 伝送するための機材が市販されて普及している。短時間の屋外中継や予備のバックアップ回線として使用される。帯域保障の広域イーサネット回線もしくは IPVPN 回線で IP コーデックを使い音声を伝送するもの。 従来のアナログ電話回線による専用線よりも安価であるため移行する放送局が増えている。ラジオテレビとも現場と演奏所の緊密な連絡が必須である番組制作は多くのスタッフのチームワークによりなされるものであり、特に中継放送の場合、その番組内容の量費はスタッフの意思疎通がいかに円滑に行えるかにかかっていることから、 演奏所と現場が連絡を取るための回線が別途、構築される。送受信の方式は上記に順次、有線、無線様々である。進行台本、原稿等の紙ベースの情報を送受信するために、FAX 専用の電話回線を用意することもある。特に大規模な中継放送を行う場合には、スタッフ別の回線が複数構築される。プロデューサーあるいは、 ディレクターと現場との連絡回線を制作連絡回線と呼ぶ。技術スタッフ同士が連絡を取るための回線を技術連絡回線と呼ぶ。近年、複雑でテンポアップされた番組構成に対応するため、中継回線、連絡回線に対し、放送素材回線、本線とも言うよりも複雑な連絡回線を構成する傾向がある。野球場。 サテライトスタジオ、東京のキー局と地方局の東京支社間等の使用頻度が高い場所では中継設備が常設されている。中継車は副調整室の機能を集約して搭載した自動車である。特にラジオ中継車は音声中継車、音声車などとも呼ばれる演奏所の副調整室と同等の調整機能を有したもののみを音声車と呼ぶ合わせが多い。 一般的に中型自動車、大型自動車をベースとする。1台だけでなく複数台での運用を行う場合がある。大規模な番組素材制作が必要な場合には、1箇所で中継車を複数連結して用いたり、中継車を複数箇所に分散して配置する。電源を確保するための電源車、衛星回線利用のための SNG 車、 不足分の機材を運ぶ機材車などを番組素材制作の規模に応じて加え、組み合わせる。なお最近では携帯電話回線の進歩と機材の小型、軽量化により簡易な番組素材制作の場合には中継車を用いない場合もあるようになっている。SNG 社はテレビ中継の際、衛星回線が必要な場合に備え、 下半型地球局の本体をまとめて搭載した衛星回線専用の中継車である。報道番組用などの簡易な番組素材制作の場合には SNG 車だけでことたりテレビ中継車を使わない場合が多い。近年、機材は大きめの旅行カバンに収まる程度まで小型化されている。通常規模の番組素材制作の場合にはテレビ中継車 SNG 車という二大体制となる。 従来規模のテレビ中継車に、下半型地球局本体を合わせて搭載した SNG 中継車もあり、この場合かなりの規模の番組素材制作を一台の自動車のみで対応できる。ラジオ番組は、テレビ番組よりも、より速報性が求められるようになってきていることや、素材が音声のみであり、比較的簡易な設備で足りる場合が多いことから、 多様な現場状況に対して臨機応変に細かく即応できるように必要最小限度の異なるタイプの番組素材制作用機材をいくつも搭載したラジオ中継車の小型簡易版であるいわゆるラジオカーによる場合が多くなっている小回りが効く普通自動車をベースとして用いたものが多く中継回線の選択性が高いのが特徴である 現場の音声を加工して、GM 線回線を使った音声送信機もしくは、一般の有線電話回線、または携帯電話回線などを臨機応変に用いて、演奏書に番組素材として送る。なお最近では携帯電話回線の進歩により、簡易な番組素材制作の場合には、ラジオカーラら用いない場合もあるようになっている。駅伝及びマラソンの放送や、事件、 事故、災害現場からの報道などの場合、ヘリコプターに最低限の必要な機材を積み込んで、副調整室の機能の一部あるいは電波、中継所として使う場合がある。陸地の移動中継車からの伝送を受け、映像や音声を調整して、受信基地にそれらを送る役割を担う場合、ヘリスターと呼ぶ。受信基地には、ヘリコプターからの番組素材を安定して受けるため、 GPS などを用いた自動追尾装置が備えられている。速報性を要求される性質から特にテレビ放送局の報道部の多くが各自でヘリコプターを契約している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。